こんばんは。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 今日は皆さんどちらからこんばんはですか。書いてくださいね。12人。おかえりなさい。ただいまでございます。ね。11月17日。どちらからこんばんはですか。11月17日。もう11月ももうすぐ終わり、あと残すところ12月だけというような状況でありますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。横浜からこんばんは。今日アムリがこんばんは、はい、今日は全国的に和歌山からなんか落ちた。和歌山からなんかこけた？ちなみに。わかりません。ブースの外がなんか。全国的に晴れだったのかなと思いますけども、大阪。はい。まあ、板橋からも、はい。ね、ツアーに、秋のプチツアー行ってきまして、ちょっと写真で、黒石市っていうと、黒石市は何県ですか？すいません。熊本から、はいはい。プチツアー行ってきました。11月の6日に、博多から、11月6日に、まず京都に行きました。で、京都で、リハーサルをやるということで、古川さんと合流して、こちらがしげちゃんと、あれと、またね、昼過ぎに、昼に出てきまして、青森でしたか。ありがとうございます。昼過ぎに、出てきまして、京都に5時頃着いて、セッティングして、はい、また例によって2階の部屋をですね、セッティングして、リハーサルルームにしてですね、それで終わって、人だらなくしたらご飯食べようねっていうことで、こういう状況になってますけど、はい。これ、増田さんと、増田邸に、京都のですね、京区、鳴滝っていうところにあるんですけども、すごいいいところですよ、プチツアー。でこれいきなりですね、焼肉を食べさせてもらいました。三島亭っていう結構京都で有名な肉屋さんらしいんですけど、そこのねすごいいい肉でした。ありがとうございます。楽しかったです。でこれ食べて、で翌日もリハーサル7日やって、で8日に、高松ですね。高松のこれがね、郷屋敷っていうね、もう築250年ぐらいの老舗のうどん屋さん出ますよ。これうどん屋さんのね、まあなんだろう、なんだろう、宴会場っていうか、まあ座敷なんですけど、これぐるーっと回ってて、これ見えないです。ここ庭になってんですよね。ここっても分かんないか。自分で今指してるけどこれ出ないんだ。あの左側庭があるでしょ、写真のね。ここの外側が庭になってて、でまたその向こうに部屋があって、ぐるーっと庭を囲むように部屋があって、その部屋の人はこっち側にライブの時に出てきてくれるんですけど、こういう座敷でやりました。年配の方が多かったんですが、にもかかわらず盛り上がりましたね。すっごく喜んでいただきました。クジラが売れました。人生はクジラのようなもののアルバム売れましたね。それで、これ無事終わりまして、ありがとうございます。で庭を背にして、そうそうそう、そういうこと、そういうことですね。それで、翌日はこれね、僕の田舎行きます。はい、秋津っていうところなんですけど、去年はね雨が降って、日曜日に雨が降って、土日だって、去年は日曜日だったので雨が降ってね、もうみんな傘の中どうなるんだと思って歌い出したら晴れたと。でもね、下がね、地べたがね、あのドロドロで、ね、大変でした。で今年はね土曜日にやらせていただいて、すっごいいい天気で、もう良かったですね。だいたいこういう風になってます。わかりますか？右の奥がステージありますね。その前にこういう市民グラウンドっていう、広島県東広島市秋津町っていうところなんですけど、広いグラウンドがあって、ここにねいろんなあの出店が出てます。まあ、でこれ一部なんですけど、ドヤーって出て人がいっぱいです。もう2万人ぐらい来てたんじゃないかと思いますけどね。いやすごいいい天気でした。それでここも無事、1時間歌わせてもらいましてね。でまあいろんな、結構晴れ男です。で、いろんな歌を歌ってたんですけど、また
まあふるさとね、ふるさとも歌いました。それから、おふくろの玉ねぎもね、おふくろの玉ねぎ、それから親父のメロンメロンもやりました。メロンメロンやって、でおふくろも親父もいるん来てるはずだよなと思って行ったのよく分かんなかったんだけど、最後の曲で、また会おうねをやったんですけど、やってる時にパッと前、一番前を見るとですね、一番前の端っこに親父とおふくろが並んで見てましたね。これは結構びっくりしましたけど、面白かったわ本当に。で親父もおふくろもなんかね、去年よりも今年の方が喜んでるみたいな、なんかどんどん喜んでくれて、本当に僕としては嬉しい限りでございましたね。かぶりつき、かぶりつきで二人自分の歌を歌ってもらって嬉しいんでしょうかね。親父のメロン、おふくろの玉ねぎ、うちゃ恥ずかしいわとか言ったけど、まあ嬉しいんでしょうと思いますけどね。でそれが終わって、次が、あこれ、まあ、CD の即売会とかやってるんですけど、この右の人は誰かと申しますと、右の人は名前がですね、日浦貴則というそうです。わかりますかね、あの貴則の則は道徳の徳と書いて、あとは全部同じでした。日浦貴則さんでそうです。65ぐらいだと思うんですけどね、古毛さんの同じぐらい、同姓同名な方でした。それから、これがですね、これが左がお父さんじゃない、左うちの母ちゃんですね。でその右がですね、僕の、島の隣のお家の清子さんって、清ちゃんって言うんですけど、ちっちゃい頃はこのうちの家に行って夕方ヤギのお乳をもらって飲んでたというね、そうなんですよ。お母さんになんですねって皆さん言いますけど、そうなのかな。親父の写真もあるんだけど、ちっちゃい頃親父にとか言ってたんですけどね。でこれでまあ、二人で喜んでるというね。それから、この次が三原に行くのかな。あ、まだ違いました。あのね、これね、この後、中学校の同級生と一緒にサザンカって秋津のですね、お店で、宴会っていうか打ち上げやるんです、同級生とね。古健さんも、しげちゃんもいますけど、そこにね、なぜか松茸が、でかい松茸、これね広島産、秋津さんの松茸です。後で焼いていただきまして、うまかったですね。というわけで秋津のが一応これで終わりまして、で僕は実家に帰って、しげちゃんと古健さんはホテルに泊まってもらったんですけど、僕は実家に帰って、で実家にこれが来てました。お袋が持ってるんです。この全然なんていうか、あのベクトルの違うものがここにあるの面白いですね。これわかりますか。このアメリカから来た、やっと追いついてきました、ワシントン州に行って、それからカリフォルニアに行って、カリフォルニアから東京行って、東京から秋津に来たというね、レーベンラブズの、PMB1 っていう、今この下にありますけど、もう使ってます。この次の日の三原から実家になんとか送ってもらって、この次の日から、使えるようになりました。で三原に行くんですけど、三原のコンサートの、ハルノンカフェのライブの写真なくて、この写真しかありません。彩香ちゃんでいつも来てくれるね、親父のメロンが好きなんですけども、可愛いでしょ、彩香ちゃん、一輪車に乗れるようになって、やってます。それでこう三原も盛り上がりまして、三原に松山地に泊めてもらって、次が天ヶ崎です。初の天ヶ崎ブルーカフェのね、井上雅子さんと、このオーナーの井上雅子さんに、のライブハウスブルドアでライブやってですね、でこれも打ち上げですね、もう終わった後で食べてますけども、音良かったです。はい、ありがとうございます。それから最後なんだっけな、これ終わって、あそうそうそう、で京都に帰って、また増田さんとこ行って、増田さんとこのゆきさんね、奥さんのゆきさん歌手で、ラジオパーソナリティもやってますので、その番組に出ましてですね、4曲ぐらい、生でやりました。京都三条寺町ラジオカフェっていうね、コミュニティ FM があるんですけど、そこで、みんなで、ライブやりましたね。はい、というわけでこういうツアーでございました。今日は早く絵を大きく戻しまして、はい、まあ、なかなか
あのコンパクトでね、で楽しかったですね。また、ナックファイブこのラジオが終わった後また祇園に遊びに行きましたけど、いろいろ関係者がいるので遊びに行きましたけどね。さ、そうだ、そういえばその祇園で最後で蕎麦食べたんですけど、エビがねちょっと腐ってた、腐ってたってか変な匂いしたから、これまずいと思って聞いた隣の子も、あのこれ私だけじゃないよって腐ってるよねみたいなね、ちょっと腐って傷んでましたね。でこあのこれおかしいって言って店員の人に持ってったんだけど、何も言わずにあの新しいの持ってくると言いながら持ってこなくて、とても気分悪いあのお店、京庵っていう京都のお蕎麦屋さん、ひどい対応でしたね。あそこはね、あれだけはひどかったな。あとは京都面白かったんですけどもね、今日は今日安定とか行かないように本当に。さてでは、今日はちょっと懐かしめの曲をやりたいと思います。やるんですけど、さっきあの新しい機材がね、届いたでしょ。どれだっけな、これじゃなくてこれ、ここのねレベルアップス、これが今仕込んで下に仕込んでありますが、さらにですね、実はありがとうございます。マイクをね、マスさんって音響関係なんですよ。マスダさんね、PA やってんだけど、俺がそういうギターのマイクの話、コンデンサーマイクの話したらね、今使ってないこれあるんだけどっていうね、オーディオテクニカ、今この中に入ってますけど、これね1本で8万ぐらいするやつなんですよ。ギターと同じ値段する。これを仕込んでみたんです今日は。実はただね、出力が弱くて、こういう感じの音、このマイクだけだとこういう音、え、そう、でピーズを足すと分かんないかえ、呼ぶ姿勢になってた、日浦無事でプンプン。この間まで秋葉原の無印も良かったんだけど、ちょっとね、大阪からありがとう、いろいろテストしてみて、まあすごい素直なマイクなんで、本当は、江戸ガーハードが使ってたジョー・ミルズのコンデンサーマイクっていうのを近づけたんですけど、どんなものか分かんないので、でもかなり大丈夫です。まあいい感じじゃないかと思います。あともう一個機材を思い切って清水の舞台から飛び出たつもりで、江戸が使ってたアーギュラーのプリアンプポチりました。祇園キャンペーンで今後皆さん祇園キャンペーンで CD 売れたのでその機材も来たら、また今度それは真空管式なんで、もっと柔らかい音なんで、もうどんどんいい音なんで、ギターだけ腕も上げなきゃいけない。さあというわけで、今日は1曲目懐かしい曲やりますっていうか、俺だけ懐かしいんだけど、1988年、多分ボーンに入ってたと思います、エリカっていう曲なんですね。とても変わった曲です。やってみたいと思います。エリカ、聞いたことないかもしれない。エリカ、ボーンって1988年ですよ今エリカです。ちゃうな。全然違っていましたね。ここか失礼、こんなんでエリカ、全然シャレにもなってませんで失礼しました。溶けた空に照えるランプが続くハイウェイ、カラジオカンダ、いつも君が口ずさ
んでたあのメロディエリカ君のあまりおどけた声が胸をかすめたあの夜の別れの訳を今も心が探してる最後の電話君は聞いた サイドシートに 君が消えて いくつの季節過ぎただろう エリカ遅い背中抱きしめるたび傷つけたのか寂しさを見えない君を強い人だと思ってた エリカ月のインターチェンジ降りれば君が住んでたシティライツ泣き顔の君の幻確かに見えた気がしたよ88年のボーンだったと思いますね。88年のビコーズオブユーではなかったかな、違うよね、と思います。なんかストラップかけてなかったからどうも不安定だなと思いましたけど、はい、というわけで、なんてそうか、もうこの写真コメント見よう。今日誕生日です、おめでとう、ハッピーバースデーリバーブ、ちょっとリバーブすごい、すみません、ハッピーバースデーおめでとうございます、ハッピーバースデー。はい、マイディアワン聞きたいな、マイディアワン聞きたいな。これハッピーバースデーの方が今言ったんでしょうか、私も聞きたいです。あ、そうですか、マイディアワン聞きたいですか。マイディアワン用意してたっけな、マイディアワン出てこい出てこい、マイディアワン何なんだマイディアワン。マイディアワン、ちょっと待ってね。今、なんか、右足が今痺れちゃった。あれですよ。ギターをね、ギターの角がね、ストラップがなかったもんだから、膝に当たってね、足痺れちゃって、今、足が動けないっていう状態なんですけども、マイディアワンですか。もう10分しかないじゃない。ちょっと待ってくれる、マイディアも持ってくるからね。ちょっと待ってくださいね。というか iPad 持ってくればいいんだ。ちょっと、30秒行方不明になります。足が痺れてます。ちょっと待ってください。はい、戻ってきました。と。去年はライブさんがありがとうございます。
ツンってしたい。なんだ。ああ、足ね。ツンやめてね。はい、だいぶ楽になりました。はい、マイディアワンですか。ちょっと待ってくださいね。マイディアワンはですね、どこにありますか。マイディアワン。ちょっと待って、マイディアワン。探してる間に時間が過ぎて、マイディアワン、マイディアワン、ありました。はい、便利ですね、本当にね。それでは、ハッピーバースデーの方ですか。ハッピーバースデーのあなたが、マイディアワンリクエストですか。違いますか。あ、そうですか。はいはい。はい、ということで、じゃあ、誕生日プレゼントに、マイディアワンを歌ってみたいと思います、マイディアワン。はい。いきますよ、サンカポ。夜空に光る幾千の星たちと同じ数の出会い、今君がそばにいる。遠く離れて暮らした季節たちも、二人信じること諦めず歩いたね。真夜中の電話、寂しいつぶやいた君。距離の重さに潰されるよう拳握った泣かないで、僕がずっと My love 君だけを守ってゆく。他に何も言ってない君がいつも笑ってる、それだけでいい。 My dear one、君だけを見つめてる。泣かせたこともふざけて笑った日も、心の写真立て君だけで飾りたい。青空は時に雨降ることもあるだろう。だけど信じて明日に誓う今日の想いを。喜びも悲しみも君と My love 永遠に分かち合いたい。朝日昇る幾千の日も刻んでゆく。 My dear one、 溢れそうなこの想い、わかるかい。
を守ってゆく。他に何もいらない君がいつも笑ってる。それだけでいい。ハッピーバースデーなんてことやったりしてね。はい、じゃあ時間が3分38秒、じゃあもう一曲、このプチツアーでもお邪魔しました友人とこのファンシーフリー、お好み食べに来ました。というわけでファンシーフリーっていう曲があります。時間足らないと思います。ユーストリームで見てください。こんな気持ちいきなり心に飛び込んで、僕の頭をかすめて、青く澄んだ空へ飛んだ。風に色がついたみたいと、お前がぽつりつぶやいた。川沿いを追いかけて、車を走らせる。ウィーンウィンドーAnd sunshine. 辛い日々が嘘のように。Oh, wind river and flowing tide. このままでいれたらご機嫌。Once free.風に揺れる長い髪、眩しく輝いた。僕の心も吹かれ揺れて、思わずお前のうなじに口づけを。このまま自由気ままに生きてゆけたらいいね。二人だけの時間を誰か止めておくれよ。Sunshine. 辛い日々が嘘のように。Green river and flowing tide. You stream it. このままでいれた。